広島市の情報をお届けするマイタウン東広島、今週は環境対策課の倉本さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週のお知らせは何ですか？はい、今週は動物愛護写真展についてご案内します。この写真展は東広島市とワンハート政策委員会の共催により、シニア犬と飼い主をテーマとしたものです。信藤さん、修正仕様という言葉を聞いたことはありますか？耳にしたことはあるんですが、具体的にはどういったものなんですか？修正仕様とは、ペットの飼い主がその動物の命が終わるまで適切に飼うことを意味するもので、動物の愛護及び管理に関する法律の中に飼い主の責任として示されています。近年、ペットは家族の一員として暮らしの中に関わり、私たちの生活に癒しを与えてくれる存在となっています。その一方で、飼い主の不適正な管理により動物自身が苦しんだり、捨てられたり、周辺に暮らす人に迷惑をかけたりするという問題が後を絶ちません。東広島市においても、無責任に野良犬や野良猫に餌のみを与えた結果、野良犬や野良猫の数が増えたり、威嚇や糞尿被害によって地域で暮らす人々が困ったりという相談が毎日寄せられています。この写真展を通じて、今一度ペットと飼い主の絆や命に責任を持ち適切に飼う修正仕様について考えていただければと思います。ペットを飼うには飼い主としての責任を持つことが必要なんですね。はい、そうですね。撮影を行った広島市在住の愛犬写真家花本慎さんから、今回の写真展の開催にあたりメッセージをお預かりしておりますので代読いたします。今回の展示は、去年12月から今年6月まで行いました撮影企画共に生きるより厳選したカットをお届けいたします。この企画は10歳以上のシニア犬とそのご家族の方を対象とした撮影で、10年以上共に暮らし、思いを伝え合ってきた犬たちとの魂のつながりを表現したいという思いから企画しました。昨今、動物愛護に関わる問題等を多く見聞きするようになりましたが、まずは私も含め愛犬家自身が今まで共に寄り添ってきた犬と暮らした意味に気づき、より深い洞察を持ってこれからも歩んでいくことが大切だと思っています。そういったあり方の広がりが、現在の動物たちを取り巻く環境をより良いものにしていくものだと思います。また、動物のことに限らず、人間社会においても寛容の精神が養われ、お互いを思いやる地域、社会の発展へとつながっていくと信じています。写真展はいつから開催されますか？10月12日金曜日から10月18日木曜日までの市役所開庁時間内、午前8時30分から午後5時15分までです。ただし、13日土曜日は市役所閉庁日のため休止、14日日曜日は12時30分までです。場所は市役所本館1階の展示スペースです。動物に関するイベントといえば、市役所では保護犬猫の譲渡会を開催していますよね。はい、6月に開催した譲渡会は大変好評でした。この秋も11月25日日曜日に第9回保護犬猫を迎えようを開催予定です。来場者一人一人に、人と動物とが共に暮らす社会について理解を深めてもらえればと思います。詳細については、広報11月号市ホームページ等に掲載予定です。お問い合わせはワンハート政策委員会、または環境対策課生活衛生係までお願いします。今週は環境対策課の倉本さんに紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。